カローラ変えるか眼中ないよね、まずもう。お疲れです。放送事故じゃないです、なんか喋ってくださいよ。まあ本日はですね、待ちに待ったっすよ、みんな職人、まあ職長クラスの貯金大公開ということで、はい、リュウジ君、いくら貯金ありますか？そんな簡単に出せ言えよね、言葉を。この、ま、今ここで貯金こんだけありますって言ったらもうそこでおしまいだからね。でもどうですか、貯金してます？やっぱり知ってるよ。だって俺ももうね、今年30歳の年だしね、これでうわー金使っとったらね、やばいよね。まあ言っても僕もまあね、来年30歳だけど貯金しとるね、ちょこっとちょこっとちょこっと。ただでも貯金の額が多分やっぱ足場職人で稼げるんですよ。稼げる、ね、稼げるって、まあ、若いうちにしかできない仕事だもんね。普通に働いてるよりは確実に稼げるよね。その会社に入っててもまあボーナスとかはいいかもしれんけどね。そういうのはうちに限ってはボーナスもあるし、ね、そう。ちなみにどうですか、どれぐらいも、まあ、まあ簡単ですよ、ざくっと年間で100貯金できます？できるでしょ。逆にできないんですか？でも100ってでも多分でかいように思えて、まあ、芝職人で職長クラスやって、まあ、人束ねたりしてやっていくと別にそんなことないんですよね。そんなことない、まあ、でかいっちゃでかいけど。でも現場の人ってよくなんか変な、はい、煙たがれ、なんか汚いなのさ、はい、なんかだからそれ 3K ね。そうそう、よくよく考えるとさ、はい、足場の職人やってる人ってさ、いい暮らししとるっていうかさ、なんていうの、あいいもの、車乗って、いいハイブランドの服着たり、はい、なんかもう女の子と遊んでるとか、はい、ミュージ君なんかまあね、あんまり金使わんで、そうなんだよ、食べれるかな、まあ、ハイブランドは好きだけど、結構買うときにポンって買うだけだよね。ですよね、好きっすもんね、ハイブランド。何が好きなんでしたっけ？最近はルイ・ヴィトンがいいよね。昔はなんかさ、はい、服でもさ、はい、結局 D スクエアとかさ、はい、ドルガバとかさ、はい、ディーゼルとかさ、はい、モンクレとかさ、はい、流行ってめちゃくちゃ買うじゃん、やっぱり、はい、欲しくないけど買っちゃうみたいな、はいはいはい、結局見えでもないけど、はい、みんながそういうハイブランド流行っとるもんね、はい、じゃあ俺もハイブランドで着ようみたいな思うけどさ、はい、ここまで来るともうユニクロとサラで十分だもんね。いや、そこをちょっともうちょっと気遣ってよ。動画で、ね、貯金大公開って言ったんだよ。俺ユニクロとザラで十分。十分か、うん、だね、うん、その余ったお金で毎月毎月ハイブランドって新作が出るわけじゃないですか、はい、そのルイ・ヴィトンでもさ、はい、って言った時に欲しいのがあったらドンって買うんだよ。あれ貯金してって、そうそうそう、だけどそれはなんか別にしとるんですか、その貯金はもう、うん、例えば、まあ、10万だったら10万円貯金、うん、で残りのこんだけはもうちょっとそれをなんていうんですか、まあ、ヴィトン欲しいもん買うために、うん、まあ、月々3万円ずつ貯金みたいな、まあ、ないない、だって俺基本カードで全部払っちゃうから。あで、その残ったやつはもう全部バーンってもう入っとるもんで、そのまま残ったまんまになってくるよね。あ、だもんでも自動的に貯金されてるってことですか？そうそうそう。いいなんかいいなんか。いや、特にあの現金なんて持たんじゃん、あんま。僕は持ちますよ、現金。だって今も携帯って iPhone で貼れるしさ、はい、キャッシュレスが今流行ってるじゃん、すごく。現金ってあの銀行から金を下ろすのはさ、銀行に行けば手数料かからんけどさ、はい、コンビニに行くと手数料かかってくるわけじゃん、かかるっすね、っまあ、それって無駄だな、やっぱり。まあ無駄っすね、うん、そうするとやっぱキャッシュレスだってカードで払った方が楽だし、今返ってくるお金もあるじゃん、まあ、2% とか返ってくるっすよね。そうそうそう、全部本当に。じゃあブランドも買わなかった時はもう残ったお金全部貯金に回すとかす、だって使うことないもんね、他にも。あ、そっか。え、キャバクラとか行かないっすよ。俺キャバクラ全然行かんやん。まあ、確かにこれもこれぐらい喋ったらいいでしょ、うん、まあ、具体的な金額は言わんでいいけどね。カローラぐらいですか？カローラ、カローラ、カローラなんて、カローラ買えるか買えないかみたいな、カローラ、カローラ買えるか眼中ないよね、まずもう。多分貯金1000もない、多分30歳多分ブチ切れるよ。お前カローラを目指して頑張っとんのによーって。で、その、あ、その次はプリウスか。プリウス、プリウス、まあ、プリウスもね、全然だよね。プリウス。マックスのグレードぐらいで380万ぐらいでしょ。380ぐらいです、うん、うんって感じ。ちょっと待って、ちょっと今日おごってもらっていいですか？今日キャバクラおごってもらっていいですか？ハリアは、うん、ハリアが450か500、まあそんぐらいの値段でしょう、まあ、余裕だよね。で、余裕と よく意味がわからんす、余裕では。僕も中古で買おうと思ったら余裕ですけど。多分余裕、中古はない、俺は新車の話じゃない、全部。ハリーやったん、まだバカ。え、それ何、買えるってことですか？買えるよ。あ、買える貯金、うん、ってことは今聞きました、多分500以上持ってますわ。
私多分450から500以上持ってます。いや分からない、頑張ってあの書類書いてローン組んどるかもしれんけどね。何で話変わってくるんやん。ハーフハリアンもうクラウンとかしかないでしょ。だって次、うん、次クラウンやん。クラウンは いける、まあ、それ以上話したらね、うん、俺もね、いやいやもういけるかいけんかだけちょっとまあそのお任せします。いやいやいや、お任せします。ここまでなんか聞いたら聞きたくなるよね普通に。いいよね。僕も一応あのこれがいるね。あんま詳しいこと話すとねバレちゃうんだよ僕も。違う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 、この擦るのはいかんさ。これってやれよ普通に。一緒で見えるか見えるかぐらい。見えるでしょ普通に。マジか、そんなにあるんですか。やっぱ足元職人の職長クラスになるとこんだけ貯金ありますわ。まだ人によってちゃうんだよねそれっていうのは。もちろんそうだと思うですよね。ミッチーさんはどんくらい貯金あるんですか、うん。おかしくね。今俺こう喋っとったやんけ。藤井戸って多分気になった。普通からしたら多分気になるんだよねやっぱり。でも俺いいもん食っとるだろちゃんと、はい、だろう。例えばさっき何食っとったんこいつ。コンビニ弁当ね。サイゼリアとか行けます、ね、ファミリーレストランね。おいお前それ言うな。具体的には車のあれだったら何が買えるの。クラウンとか買えるんだ。クラウン無理でしょ。クラウン無理でしょ。ちょっと早いけど。クラウン無理でしょ。クラウン無理だね。ハリア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 は買えんねえ。そんな考えること全然ないんじゃん。長いよ。そうそうそうだね。そう、それぐらい。いや、嘘だよ。多分もっと下げてみる。でもそれぐらい。次の段階に下げて。いやでもそれぐらい、それぐらいだよ本当に。プリウス、あープリウスか。プリウスやな。プリウス。いくらでしたっけプリウスって。マックスグレードで380万ぐらいじゃない。まあ普通だったら今ギリ買えんすよ。マックスは買えんすよ。ギリギリ買えん。ギリマックス。カローラは。え、カローラもう買えんな多分。聞く順番間違えとくかな俺は多分。ちょっと気になるね。もっと下げてみようぞ。どんどんプロボックスとかは買えるかな。プロボックスもでも200万も進化。200万新ぐらいだよね、確か。火炎症。火炎症。自信持って言える、火炎症。さっきから何が言えないの。さっきからあのプリウスとかはハリアとかすげえ悩んどったけど。違う、もうそこら辺でやめるかなと思ったんだ。あ、そういうこと。いや、多分ね、まあ、ちょっと悩んだけど、アミッチこんだけ貯金あるなみたいな感じ思っとったけど、うん、車で例えるの間違えとったね。時計とか最近は結構ロレックスとか流行ってるもんね、やっぱり、はいはいはい、あの価値が下がらんっていう理由で、はい、それもまあピンキリだけど、まあ100万とかね、80万ぐらいで、それがいいぐらいの値段があるじゃん。はい、あるっすね、ロレックス。それぐらいは。ロレックスね。まあでも、あの安いやつは買えるわ。80万、100万は無理。あのよく韓国でやるじゃん。そう、ポレックスってやつね。ポレックスだったら買える。ポレックスだったら買える。まあでもまあ無理だわ、本物は。本物買える。本物買え。本物買える。ズドンとかのバッグとかのズドンのカバン、買えんすね。買え。え？できれば買ってほしい。なんなら社長に買ってもらいたい。社長買ってください。見晴らしてください。いや、まあ、まあ正直言っても貯金はしとるんですよ。やっぱり、うん、貯金はしとるんですけど、2、3ヶ月前に始めたばっかなんで、まあまだ浅いんですよね。浅いもんね、やっぱその貯金する額って人それぞれじゃないですか。貯金ができるようになったっていうことがまず一つの成長じゃないですか、ね、僕にとっての、うん、聞く人間違えたの。聞く人間違えた。まあ今日はね、そんな感じですかね。まあ、リュウジ君の貯金額がすごかったっていう。そんな感じでまたね、楽しい動画とかも作っていきますんで、ぜひチャンネル登録といいね、お願いします。10万いきたいんで。10万いったら僕10万もらえるんで。みんな、10万いったら多分いいことあるんで、もうんで。早く、10万。いいこと。ではお願いします。また見てね。Yeah.